皆さんこんばんは、スリーピースチャンネルのヒデです。はい、今回はですね、2月の12日に行われたパーフェクト開幕戦に参加して思ったことを話していきたいと思います。まあ、開幕戦はその僕の中で楽しみの一つではあるんですけど、このなんかすごく気負ってしまうところもあったり、楽しみのやっと試合ができるっていう、まあここ何年かちゃんと試合もできなかったので、その楽しみではありました。でやっぱり前日は緊張でなかなか寝れはしなかったんですけど、でも近場横浜っていうことでちょっとゆったり過ごすこともできて、いい状態で開幕戦に臨めたなとは思っております。で開幕戦というかコロナ対策に関しましては、最初検温があったり、そのチェックシートがあったり、あと消毒もしっかりして、会場に入れるのも選手以外は入れないので、まあ、感染対策としてはもうしっかりとやっていただきました。でそうやって開催してくれたことに本当にありがたいなという気持ちでいっぱいです。でその日は、一般大会もパーフェクトと別でちょっとやってはいたんですけど、ちょっと今流れてるというか、今動画でちょっとだけ撮らせてもらったんですけど、まあ、見にくくて申し訳ないですが、この大きい会場なんですけど、その試合の台はそこまで多くなく、そして座席の間隔がすごく広い感じでやっていて、まあ、正直人がいつもより少ないんで寒いなっていうところもあったんですけど、まあそこはしょうがないかなと。自分ら個人個人でその寒さ対策とかもしっかりとしていかないとやっぱり戦えないなと思いました。はい。で今回のロビンなんですけど、目標はやっぱり1位抜けしたくて、開幕戦までにクリケットの方の調子を上げていったので、フルレッグまで行ってチョイスになったらもう全ての試合クリケットで行こうかなと思っていたんですけど、一発目に後藤亮介選手と当たって、このロビン1位抜けですよね。上手な選手、まあ、スタッツも見ていただければ分かるんですけど、ロビンでの0-1のスタッツが 35.18 の選手で、4勝0敗で1位抜け、すごい上手な選手でした。ただそこできっちりとスイッチが入れられたというか、緊張もする暇もないぐらい最初からスイッチオンで戦えたかなとは思います。で、まあ、ロビンは2位抜けだったんですけど、スタッツの方も悪くはないかな、まあ、これ以上にもっと上げていかないと決勝トーナメントは戦えないかなというか、1位抜け、ロビンも1位抜けできないかなっていう数字ではあるんですけど、自分の中ではちゃんとできたかなと思うロビンでした。でやっぱりその2021年に資格を取っても1年試合ができなかったりとかで、新しく入ってきた選手がその試合に慣れてなかったりとかで、やっぱり緊張している選手が多かったかなと思います。まあ、それも一つプロとして戦うところの楽しみというか、まあ、緊張してそこにどう自分が勝っていくかっていうところも成長だと思うので、いろんな選手が見れてよかったなと思います。そして、まあ、決勝トーナメントなんですけど、決勝トーナメントは1回戦目高橋翔太選手と戦いまして、まあ、フルレグ戦ったんですけど、まあ自信があったクリケットは取りまして、 0-1 最初取られて、自信があったクリケット 2-3 レッグ目は取りまして、で4レッグ目の 0-1 そのまま勝てればよかったんですけど、まあ、1個落としてしまって、フォークで高橋翔太選手が先行をチョイスしたので、僕はもう最初から決めてた、そのクリケットをチョイスしようっていうのはもう最初から決めてたので、その作戦がうまいこといったかなと思います。で2回戦の間笠悟選手ですねが、まあ、この日優勝した選手なんですけど、まあ、結果としてはストレート負けでした。ただその今の実力をちゃんと発揮できなかったなっていうのは自分の中であって、これをちゃんと発揮できるようになれば負けなかったかなというか、勝てるんじゃないかなと
思っております。はい、すげえ悔しいっす。うん、でもまあ ここからあと3週間ぐらい練習して、3月の5日に東京で男子だけなんですけど予選ラウンドロビンで、6日に決勝トーナメントが行われるので、その日2日間戦えるように練習していって、今よりも上手くなっていきたいと思います。はい、ということで、まあ、2回戦で終わったんですけど、今回ちょっとジャパンに移籍して戻ってくる選手が思ったよりも少なくて、人数もいつもより少なかった試合ではあるんですけど、ポイントでは、33位タイのポイントをいただきまして、ここからどんどん勝っていってポイントも増やしていけたらなと思います。ただ正直パーフェクトめちゃめちゃ面白いっす。うん、これからもっと練習して勝っていきたいと思います。皆様、今回開幕戦の応援ありがとうございました。また次の東京大会の応援もよろしくお願いします。それではまた。